はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。まあ、パート16ということで、ネットでね、ワンボックスの方を、買いまして、自粛中なのでね。で、まあ、パートごとに3個ずつ開けていこうという、今回パート16でございます。で、ちょっと3個選んでいきたいと思います。もう残り5個ですね。だから次のパート、最後のパートだけ2個になっちゃうんですけど、じゃあ、ここら辺にしとこうかな。はい、じゃあこの3つを開けていきたいと思います。キャンペーンものが全部で確か6個ぐらい出たと思うんですけど、はい、意外と入ってましたね、ワンボックスに。じゃあ1個目開けていきたいと思います。ただまあシークレットの偶星人はね、出なかったんでね。あの、もう色が変わる紫色のやつと黄色のやつを持ってるんですけど、ちょっと色が変わらないシークレットを持ってないので、女の子ですね。では参ります。せーの、こちら。お、イライラシリーズのウサギちゃんが当たりました。はい、これは結構そうですね、割と出ますね、女の子で買ってて。はい、じゃあ2個目は、2個目は男の子ですね。はい、では参ります。せーの、こちら。お、大座怪獣。やっぱ大座怪獣が多めのボックスですね。で、手をこう広げてる、あの後ろに亀の甲羅みたいのがある、ものが当たりました。はい、じゃあラスト3個目開けていきたいと思います。割とサクサクいっちゃってるんですけど、はい、じゃあラスト3個目です。せーの、こちら。お、同じ色の、だから水色のメタリックの、ハサミがある大座怪獣ですね。こちらが当たりました。はい、今回はこのゆらゆらシリーズのウサギと、大座怪獣シリーズ水色の、メタリックの、手をねこう広げてる甲羅があるものと、ハサミが、ついてるものが当たりました。まあこれ2つとも持ってるので、はい、まあ、ダブリっていう感じなんですけど、まあ、この3つ全部、なんなら持ってるんでね。同じ色、同じおまけ、全く同じもの。はい。まあ、ダブってしまったんですが、やっぱり開封するっていう、その行為自体がね、非常に楽しいので、まあ、ちょっと、次回ラストになっちゃって、正直寂しいんですけど、まあ、楽しくね、また開けていきたいと思います。じゃあ、今日はこれで終わります。最後まで見ていただきありがとうございます。Twitter とインスタでは、笛ラムネを開封したり、笛ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方も良ければフォローお願いいたします。